変わらなくてもいいんです。何言ってんだよ、お前はいい子すぎるなあ山本。さあどうかな、いい子なのは確かだけど。またこいつ物分かりのいい中年親父になろうとして。本当に今のままでいいんです。秋夫くんは秋夫くんのままで。でもありがとうございます、心配してくれて。佐々木さんって優しいんですね。な、何を。いや、それほどでも。どっちかっていうとやらしいよな、ガッちゃんは。うるせえ山本。ところで姉ちゃんテレビ出てるだろ、ドライブなんとかって。ドライブ55。そう、それ全然知らなかったけど、あれに一緒に出てんの木島だよな。ご存知なんですか。ああ、今は自動車評論家なんて言ってるけど、昔は結構な走り手だったんだ。あの木島さんが。ビッグマウスの一発屋だけどな、今度よチャンスがあったら一度連れてこいよ。ドライブゴーゴー。さあ、先週に引き続き今週も911を取り上げます。レイナちゃんは911好きかな。ええ、会社では一番好き。レイナちゃんファン聞きましたか。ファンは911をチェック。木島さん。いや、レイナちゃん、今日はポルシェですか。いつものやつは。これはデモカーだよ、いつも番組で宣伝してあげてるからね。へえ、私にも運転できるかな。おう、大丈夫。でもレイナちゃんはあるだろう。ええ、木島さんちょっと運転させて。あ、いいよ。やっぱりいいですね。おっ、でもノーマルなポルシェってこんなもんなんですか。え、木島さん、あのよかったらちょっと寄っていきたいところがあるんですけど。お、来た来た、マジで連れてきたぜ。あ、よ、久しぶり、元気かよ木島。佐々木さん、山本さん。そっか、金になるならやっぱ会社か。まあ文化とバックボーンもありますしね。文化は吹くよな、相変わらず口も出すが数字もきちんと出したからな、昔から。ああ、もうこんな時間か、すみませんがまた機会があったら。今夜中にアップしなきゃいけない原稿があるもんで。本当にすみません、久しぶりに会えたのに。なあ木島、あの FC どうした。お前がゼロにいた時入れ込んでたあの白い FC3S だよ。時々こいつとも話してたのよ、あれどうしたのかなって。あれだけのチューンドだろ、誰でも乗れるってわけじゃないし。いい車だったよな、2ローター 13B で C7 を回し切る。最後の筑波アタックで500馬力ぐらい出ただろう。知らないですね、もう何も。というかもう全然興味もないですから。あんな世界にはもう関係ないんです。ビッグマウスの一発屋はもういないんですよ。こんばんは、遅くにすいません。構わねえよ、何か用か。はい、リカコさんに。リカコに。この Z 見てもらいたくて。Z か。
からの付き合い無理